信お台場冒険王会場内のこのサテライトスタジオからフジテレビアナウンサーが日替わりでお送りする公開生配信です。各ブースの魅力やイベントの見どころをご紹介するほか、会場内のどこかと中継をつないであり、豪華ゲストを招いてお送りしております。はい、ということで、はい、本日のスペシャルゲストでございます。お待たせいたしました。この後午後3時から目覚ましライブに出演するゆうすけさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。もう大変ゆうすけさんのファンの方がどっと集まってらっしゃいます。黄色とひまわりがいっぱい、本当に、ね、気をつけてくださいね。あのね、暑いですからね、水分補給しながらね、もうライブの時に会いに来たとか最高とかそういうね、はいはい、ライブを持った皆さん、そしてひまわりを、暑いから今日、ライブまでありますからね、体力があるから、そういうことですよね。あのひまわりってのはファンの、そうです、はい、みんな振ってくれて、そういうことですね。かわいいね。まさかゆうすけさんに来ていただけるなんて、その時ですね、我々も堪能できて嬉しいですね。嬉しいです、本当にさあ、そういうことですね。この番組は配信プラットフォームたくさんありますのでご紹介したいと思いますけれども、はい、フジテレビ公式 YouTube ね、フジテレビ公式 YouTube フジアナチャンネルもありますのでね、そしてフジアナ公式旧 Twitter X、はい、こちらやってますね、はい、そしてフジアナ公式 TikTok、 はい、こちらでございますね。そしてバーチャル冒険王でも配信されているということでございまして、はい、いろんな形でね、皆さん見ていただけるということですね、はい、めちゃくちゃもうすごいですね。もうドルで何撮ってるもう何ね、こちらは YouTube、はい、もうどこ見ていいかわからないんで、はい、なんとなくでいいです、はい、いろんなところだいたいぼんやり見てていただける。そう、結構10代くらいありますもんね。めちゃくちゃあるよ、その中でメイン配信を行っている YouTube フジアナチャンネル限定で皆さんのコメントも読ませていただきますので、はい、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。もうね、いつかいただいてますけども、はい、ね、誰だろう、もう老眼で見えないんだよ。老眼で見えないです。かやこさんが今日ゆうすけさんの目覚ましライブに行きます、2017年ぶりのステージ楽しみですっておっしゃって方いらっしゃいます。目覚ましこのライブ自体もう2017年ぶりですね。そうです、バーチャルとかでやった時期あったんですけど、こうやってリアルでやる、そうですね、目覚しぶりということで、はい、もう伊勢さんいつもね、目覚ましライブ出演していらっしゃいますからね。はい、お願いします。俺一番最初の2008年の時やってたんです。あ、そうなんですね。すごいですね、2008年。そう、一番最初からすごい、そうか、あの子の2年目がその11ですね。中1、中1、小学生だったんですね。そうそうです、そうです、2008年福岡の田舎ミスわけです。田舎でそうです、盛り上がってました。羨ましいな、目覚ましライブって。さあ、ね、はい、やっていただくこともありますんで、はい、ちなみにですね、フジアナチャンネル、うん、登録者10万人を目指していて、あ、そうですね、現在8万7937人になっておりますね。そう、7分かりにくい、分かりづらいですね。多分7ですね。ですね。ということでね、新見アナが作りました。可愛いけど今ちょっと新見さんをディスった方ですから、そんなことない、新見さんこういうのお得意ですから10万人目指そうということですのでね、そうなんです、もうちょっとぜひ皆さん、知り合いの方、親族の皆さんにですね、親族の皆さんどんどんとアピールしていただきたいので、ね、はい、お願いしますね。よろしくお願いいたします。はいはいはい、ということで、うん、ここからはですね、このワンガンステーションスプラッシュ恒例といいますか、企画として自慢するほどでもないちょっとした特技を披露していただこうと思います。私も含めです。じゃあ私からいいですか。すごいやる気やな、はい、ものすごいやる気やな。これ何やるのって言ったら、別に私何も考えてませんいろいろ考えたんですけど、考えた、何やる、私リボン結びすっごい上手なんですよ。リボン結び、リボン結び、これみんなできるんちゃう、みんなできる。いやいやいや、意外とこう縦にクイッとなっちゃったり、女性の皆さんとか分かりますよね。あ、そう、頷いてらっしゃる、ね、女性の方はすごい上手なんです。制服がずっとリボンだったから、制服がずっとリボンだったから、はい、あ、そういう肩結びになったけど大丈夫大丈夫です、ここからなんで。ものすごいみんなじっと見てる。ぼち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 かな、ちょっと長さ違うけど、え、でも分かります、すいません、分かります、この水平の感じ分かりますか、これが水平だってことね、水平、縦にならない、うん、あ、
ちらほら拍手が。ありがとうございます。こんな感じで何でもいいんです、ね、これさ、はい、学校に行く時これだったらすげえ恥ずかしいやつ長さ攻めて合わそうよ、これ特技特技、じゃあ皆さんがしてる間もう一回やります、もう一回そんなのか、はい、まあ、このくらいの緩さで緩さでいいってことね、という感じで、はい、ないんだよ、鳥居のゆうすけさんなので三宅さんちょっと待って、俺先やりたいいやもうねハードル低いですよ、すごいもう嫌なのよ、こういうのこういうの、確かにこういうことをやらずに僕は今日の地位を築いたんだよえすごいですね、エグゼクティブアナウンサーまで避けて避けて避けて役員待遇まで やらなかった人いない、いないんだ表情がもうね、じゃあねじゃあモノマネをおお、やったことない、モノマネ見たことない、やったことない、会社入って1回目のことない、人前で人前で人前でやったことないモノマネなんてあるんですか、あるんですよえ、ご家族の前とか、あ、ご家族の前ではやりました、おー、で、評判はどの、そこそこです、そこそこ、おー、できたな、いや、行ってますね、はい、こんなところ時間使ってもしょうがないんでね、ちょっとあまり伝わらないやつです、はい、ドキドキ、はい、あのディズニー東京ディズニーランドホテルでエレベーターに乗った時、3階に着いた時のエレベーターで聞こえるミッキーの声、3階に到着、似てる似てた、似てるかも、あれなんかすごい、なんか弱かった、あれ俺いけるこれ、特に書いてもいい、いける、あ、そう、オッケー、オッケー、すげえオッケーって言われて、ね、俺なんか俺のイメージとしてはこれ浸透なって、俺はだから嫌だったんだよっていう、そういう感じで今行こうと思ってたんですよ、思いのほかオッケーだ、皆さんに本当、はい、なんかえって言えないぐらい私も思ってましたよ、三宅さん、それでいいでしょ、準備してたけどもしかも三宅さんの声から想像つかないちゃんとしてんだって思ってすみません、OK って出していただいてありがとうございます、さあ、ゆうすけさん、はい、この流れで す、やだ、この流れです、はい、僕サクサクってやっていいですか、あ、もういいです、もちろんです、あのさっきスタッフさんが僕小指や柔らかいんですよって言ってたんですよね、本番前に、僕人差し指だけ柔らかいんですよ、あ、なんか今もすでにちょっとこっちはそんなあの柔らかくないんだけど、こっちはなんかここは、どうなってんの関節、くっつきそうですよね、すっごいつくやん、すごい、でもこっちは硬い、なんで人差し指だけ、じゃあ俺自分で考えてキャッチやってたこれ、ああ、それだ、ずっとちょうどここでね、じわじわ、松坂大輔のスピードボールを受け止めてたから、これで毎日何百球で取ってたから、はい、それだ、俺がなんかおかしいな、すごい、ちょっと上に掲げて皆さん見えますか、えっ、これファンの皆さんは知ってる、皆さん田辺さん知らない、すごい、ファンの皆さんも知らない、前にこの台本見た時はもうこれしかない、これしかない、とっておきの、これはあれですよ、ファンのツイッターでもうすごいこれが出ますよ、ガンガンそうね、気持ち悪いですよ、すごいわ、嬉しいですね、スプラッシュが引き出せて、そう新たなね、新たな一面を、ファンも知らない特技をここで引き出せるとは思わなかった、本当にすごい、いやありがとうございます、本物でした、本物があることはありがとうございます、ね、はい、ということでね、はい、恒例の特技披露を、そんなところでね、コメントも、はい、もう今日は勉強やめたやめたって人もね、コメントがもうたくさん、高校野球の話はするんかなっていうよしきさんも言ってますもんね、気になるよ、そうですよ、今日高校野球ですから、決勝ですからね、そうですよね、気になってライブ中気になってしょうがないじゃないですか、ちょうど終わったぐらいに始まる、あ、じゃない、いや今日2時か、俺3時から、もうめっちゃ佳境ですよ、そうですね、早めに終わったりして早めに終わったりほら早めに終わったらダメだ、試合がね、だいぶ早く、だいぶ早く終わらせて、ダメなやつですからね、試合が早めに終わらないかな、なるほど、そういう感じで、なるほど、すっきりと、はい、ではですね、ここからお台場冒険王2023、改めて今日目覚ましライブあります、15時からこのスタジオのすぐ裏サマースプラッシュスタジアムでライブを行うゆうすけさんに、まあ、ゆうすけさん何度も出てくださっていますから、目覚ましライブお話を伺っていこうと思います、ちなみに今日ライブ行く人、おーすごい、
もうね、目の前にも何十人なのね。そうですね。はい、ホームに見てくださってる方、100人ぐらい見てくださってますけども、ほとんどの方が、ね、手挙げてくださってます。気持ちを高めていただいて、本当に暑いでしょうから、ね、気をつけながら、これまで何度も目覚ましライブご出演してくださっていますけど、なんかこれまでのライブで印象に残っていることってあります？一番最初の周知に行ってた時、2008年、どうでした？そこからなんかバババってきて出た。あのダイバーいや俺マジであそこで結構寝泊まりしてたからもう帰れなくて忙しすぎ て、はい、フジテレビにあもうずっとフジテレビに出続けて、はい、僕の宿舎に宿舎マジでその時もじゃあその宿舎から、はい、宿舎からじゃあ行ってきますって言ってダイブ行こうまだ戻ってまだ収録して取材してでもあの頃の周知の人気ってすごかったねいやすごかったですね集まったお客様それが何千人集まったそうですよねなんか変わんないですね久しぶりに来ちゃうなんかね雰囲気はね場所は、ね、変わったりとかそのステージももちろん変わったりしてるんですけど、はい、あの雰囲気はねその中で配信じゃない時まで最10年ぐらいいましたね。10年ぐらいはあったと思いますね。ちょうど10年ぐらいですね。ちょうど俺10回の切りで、うん、全部10回と思ってたんですよ。すごい。それ以来だから、めちゃくちゃなんかホームに帰ってきたから。嬉しいですね。なかなかそういう方いらっしゃらない。しばらくね。どうですかその野外じゃないですか、はい、で普段ゆうすけさんがそういうホールとかそういうのでライブをしてらっしゃいますけど、はいはい、やっぱり野外のこういうステージって違うんですか全然違います。開放感が違うし。開放感。はい。なんか僕言ってみれば野球やっててずっとこういうところでやってたから、はい、余計燃えます。さすがにもうなんか暑さと戦ってる感じのアドレナリンが出るから、はい、逆にそれを見てるやっぱ人たちも、はい、そのリアクションとか、はい、そういう雰囲気でやっぱり違うなっていう感じたりする。感じます。はい。やっぱ小さい子もね、うん、あの実はおばあちゃんもこうやってこう会場ってあそうですね。ファミリーとか多いですね。はいはい、なんかファミリーっていう感じがします、ね。ファンの皆さんってね、今日もいっぱい来てくださっていますけど、比率男女比とかありますか？だから15年前か。はい、15年前はもうめちゃめちゃ黄色い、女の人とか、うん、女性が多かったんですけど、最近はもう本当にいろんな世代の方たちが足を運んでるからまた嬉しい。あと幅広い年齢ですもんね。子供たちもいっぱいいるし。でも子供たちは周知心を知らないわけですよ。全然知らない。それもそのゆうすけさんのその魅力で。ありがとうね。もう会いに来たっていうね、そういうタオルを持ってるたくさんいらっしゃいますけども、どうですか。そういう方たち、いろんな、まあ、年代の方もいらっしゃると思いますけど、どういう話でゆうすけさんが盛り上げてますか。確かにライブの MC って私どうやったらしゃべるって毎回思うんですよ。ゆうすけさんはね、どっかん行かせると思うよ。これはもう、めっちゃおもろい思う。いや MC いつも全く考えないでいかないんですよ。だから全公演、毎回何回かの MC 全部違う。あ、そうなんですか。ねじゃあ、まあ、例えば地方に来たから、福岡に来たから福岡の話とかそういうんじゃなくて、何の話してほしいとかって聞いたり。あ、そこで、よしたら何とかの話してとかしてくれて、あれ最近こんなことあってさ、こういう手次の曲に行くようなフリーネタの持ってくるんですよ。それめっちゃ難しいじゃないですか。考えるのがセリフってなんかお芝居してるみたいな嫌なんですよ。あー、なるほど。でもそれはわかりますね。僕らもやっぱりなんか準備した原稿をさ、はいはい、そういうところでやったりすると、うん、どうしても台本読んでるみたいな。そうですね、なっちゃいますもんね。でもすごいですね、だんだんその曲に合わせてそうそう、それに持ってくってる。なんかお題与えられて最後のオチまで持っていくっていうさ大喜利ね、大喜利みたいなさ研修してほしいです。すごいよね、トークの。でもハプニングとかも絶対生だとあるじゃないですか。そうなるとあります。一番覚えてる印象的なハプニングとかってありますか？ハプニング、この前も、まあ、お芝居とか、はい、いろんなショータイムとかいろんな小さい子もおじいちゃんおばあちゃんもいるんで、うん、初めてこうライブにいらっしゃる方とか僕の曲を全く知らない方でも楽しんでいただけるようなセットリストとか演出ですね、はい、で、すごい結構派手なアクション系もあって最近だったらすごいズゴーンってずっこけて、はい、もう本当にバターンって倒れて下滑って本当に、はい、ここら辺からバチーンって一回宙に浮いてぐらいの本当にここら辺からもう全身でバッグとして、はい、もうスタッフとかも一緒に共演してる男性とかバンドメンバーも、うん、シンシンその合わせてる
みんなの顔見て俺が衝撃になったっていうか、これ頭の中でシュパンって飛びそうなんですけど、やっぱりそのぐらい衝撃があったんです。そう、それその後歌えたんですか。歌えます。続きの続き止めちゃダメな流れを続けて、でも歌いすぎる正直その中で歌いすぎがすごいですよね。なんか痛いし、はい、初めて来た方はそういう演出だと思う方もいるかもしれないし、何回見た人はあこれどこ何かあったと思われると思いながら、歌ってる途中とか感想の時にあこれ MC で何か取り返さなきゃダメだったとか、あさっき滑ったんだけどこれからトーク番組は絶対滑らないと思うなるほどそっちに持ってくるのうまいっすね。うんうんって覗いてらっしゃいますね。見た方もいらっしゃる。ね、ゆうすけさんの曲面白いですやっぱりね、うん、今日じゃあ目覚ましライブありますよね。トークシーンありますあります。コーナーもね、はい、そこもまだ何も考えてない。何も考えてない何も考えてない。じゃあ皆さんチャンスですよ。なんかこういう話をしてほしい。でもねこれ時間が決まり限られてるからあんま長くしゃべれないですか。そうですよね。あーそうですね。何分30分くらいそうですね。ギュッとしますもん ね、 そうなんですよ。まあ、普段結構長いですよね。そういう意味ありますけど、まあ、だから逆にお題引いた方がしゃべりやすいから。あ、そうかそうか。はぁ、なんか喋ってって言われても、なんかって言われてもさぁっていう感じになって、ゼロに近づいてるなぁ。はい、さ、今日はですね、さっきも話してましたけど、あの高校野球があって、はい、高校野球の話もします。いや、金、あ、そうですね。